おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。道島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発は発射できる。36発か。相手は上野義春と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。親父。
っしゃいませ。ありがとうございました。部屋。ええ、うん、何やって？そうです、はあ、いえ、せや。え？
支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん、お前ちょっと今から出られねえか。な、いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにくあんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ、あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。へい。こんなご時世だ、10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど
こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていうその最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらいや。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよつまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんな罰に耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに。いや、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが
どんな屈辱に遭うが登場会でのし上がらなあかんねん。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかなあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前人を一人殺せるか。殺し？ああそうだ。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。お弟子生から望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお弟子生に連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ。俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるんや。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみやな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが成人を殺そうがクズを殺そうが人殺しは人殺し。やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。
もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、なんや、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや。まあお腹空いてる時とか。
現金やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん入れ墨してはったりせえへん。あ、入れ墨やと。うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする。え、ほんまに、ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん。なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え、俺の姓には般若が入っとる。そうなんや、般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思うててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか。せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろんお礼はするで。絶対あこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろうか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。あ、岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの。グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。僕絶倫だから。ん？よっ。ああ、ああ、
僕絶倫だから。あんたが五郎さん？の、あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええってサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やと？なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか？お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいんや？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わしとるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。はよ行こう。一杯飲んで行かへんか。都内で来や居酒屋。都内でか。寿司好き。ああ、めっちゃ好きやね。何握りやしょう？ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな、今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやの。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村班やろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせて
その稼ぎをかっさらっとるらしいやないか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。おいしそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあないの。ほな、ゲームセンターに行くか。はよ行こう。最近で。あ、ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったろやないか。
取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。ほな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな、一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手してくれるの。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。痛いわ。
何やって？言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか？そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会うた時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか？強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか？ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や？とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか？おらんのやったら読んでもかまへんで。そん代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言えや。待ちや。ああ、なんやわれ、自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんや。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるんや。なんやと？
ディスコ言うたら踊る場所やろが。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええやないか。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。いてもうたる。ざっとこんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐのをほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会えるやろうか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さんええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。分かってる分かってる。せやけどほんま信頼しとるんやな、牧村はんのこと。そらそうやん。あの人おらんかったらうちも今頃どうなってたか分からへんもん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし、うちらにとってほんま神様みたいな人やね。花へええ人疑ったら罰当たるわ。ふん。あ、でもただ一つだけ誠さんから頼まれてることがあんねん。頼まれてること？うん。もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たらすぐに教えてくれって。コウモリの入れ墨をした男、誰なんやそれは。うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんからなんか頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんやわ。なるほどな。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？
まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。バイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。そうや。
ここやな。マキムラ、どこや？誰もおらんのかい。しゃあない、出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！ちょ
う違う言うとんやろうが。ああ、ほら分かった、お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。内緒や。あ、ごめんなさい。余計なことを聞いちゃいましたか。気にすんなや。ただ好きでやってる仕事とちゃうからな。そうですか。私もこの仕事好きで始めたわけじゃないし、みんないろいろありますよね。せやな。私お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ほな姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。ですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は可愛らしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに
揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。いやー参った参った、財布忘れたまま飯食うてもうたわ。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、針やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早こうてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気つけてな。はよドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。
牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさらや。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ、おれ。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。なよっ。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。はあ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら
長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。店長、どうしたんです店長。まこと、ええから逃げろ。何なの店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。逃がさへんで。やっほー。追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、構えん、ぶっ殺したれや。Yeah!
てるか。その声、さっきのお客さんですか。あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで、すぐに仲間が駆けつける。さかい、しつこいな。説明後や、とにかくここを離れるで。な、何？し、静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい。お、おい。厄介なことになったね。ないから後ろにおれ。なんで急にこんなことに。話は後や。まずは連中をまかんと。おい、危ないから後ろにおれ。今は自分の身を心配せえや。あの、あなた、行くで、ついてこいや。危ないから後ろにおれ。行くで。もう大丈夫なの？せや。行ったの？ああ。
し行くで。いつまで逃げるの。もうすぐや。喋ってると舌噛むで。行くで、ついてこいや。危ないから後ろにおれ。金ならあんで。どうしたの。おとなしくしとれ。また襲われるで。危ないから後ろにおれ。うん、分かった。どうしたの。ちょっと待っとれ。こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。
勝負なの？待て、もっと遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで、ついてこいや。あかん、こっちや。階段降りるで。え、階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。行くで、ついてこいや。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな、兄さん。誠ちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。まことちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとまことちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。はい。
お前ら何も言えん。なんであの女狙うとる。お前そんなことも知らんと あの女をどうこうしようとしてたんか。なんやと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっそ。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうしてこんなことに。